か、ちょっとやば。まあまあそんなに、そんなに使ってない。うん、使ってないって言い聞かせて。満足。久しぶりに買ったな。いつぶりだろう。まあまあちょっと買ったものは後で紹介します。はい、買ってきました。暑い、暑すぎる。いや、今日36度だったみたいですね。ということで、ちょっとすいません、マイクがね、いつものマイクが充電切れちゃってたので、ちょっと聞き取りづらいかもしれないんですけど、表参道行ってきた買い物を開封していきたいと思います。久しぶりにね、ビビアン買ったんですけど、いや、予算オーバー予算以内だったけど予算オーバーみたいな感じですね。はい、まあまあまあ、ちゃんと見つかってよかったなって感じです。おいしょ。これがね、新しい、よいしょ、じゃじゃん、こちら、カバンです。はい、リュックですね。こんな感じ。まあ、ビビアンっぽくないというか、パッと見てね、こう、なんだろう、ビビアンって言えば、なんか、オーブの、王冠の、シルエット、一応ここにはあるんですけどね。はい。でっかく、こう、バーってやる、こうなってるデザインよりかは、こういうシンプルなやつがすごい好きなので、僕は。はい。パッと見ビビアンに見えないよねみたいな感じの、はい、リュックですね。いやー、これウエストポーチにするかすっごい悩んだんですけど、ウエストポーチだと4万4千円とかだったかな。なんだけどこれは6万しないぐらいだったのでこっちにしました。ちょっとね、黒以外買ったの久しぶりですね。こんな感じ。ああ、いい感じのサイズ。なんか、ビジネスにも使えて、カジュアルにも使えて。うん。ポケットの、外ポケットがあんまりないんだけど、ここしかないんだけど。一箇所しかないんだけど。中は、こんな色。と、メインの中もこんな感じで、すごい大人っぽい、大人っぽい、うん、感じですかね。いや、いい買い物しました。はい、ちょっとシリーズ名忘れちゃったけど、テロップで出しておきます。このね、はい、これがなんて言ったらいいんだ、キーチェーンじゃないけど、なんだろう、ストラップ、これ別に外してもいいんだけどね、ちょっと経年劣化してこう楽しむみたいなアイテムなんですけど、別にここがなんかチャックになってるわけでもないし、ほんとなんかこういうのあんま好きじゃないんだ好きじゃないけど取れるからまあいいかなっていう、感じですね。はい、表面がね、わかるかな、ちょっと今ログで撮影してるからモニター上ちょっとわかりにくいんだけど、こう傷がついてもあんまり目立たない感じですね。はい、いやー、買っちゃった。サイドポケットもないし、本当にシンプルデザインなんだけど、うん、まあカメラ入れるのもねすごくいいだろうし、仕事にね、お弁当この中に入れても全然いけるし、あとここね、
これ以外で見たリュックはここがこの取っ手の部分がねナイロン製だったんですよ。うん、ここね結構大事ですよね。ほんとこうやって持ったりもできるし、なんか引っ掛けて使う、置くこともできるし、うん、あとこの背面もね、レザー調で、めちゃめちゃ気に入ってます。ちょっと大事に使おうかなと思います。普段のね仕事のご褒美にちょっと買っちゃいました。とあとビビアンでもう一個ちょっとこの今回のカバンと同じシリーズなんですけど、近づけようかな、同じシリーズなんですけど、はい、これもね買ってきました。これは2万しないぐらいですかね。はい、わあいいね、この艶やかな質感、うん、これはめちゃめちゃいい、すっごい気に入って一目惚れしちゃいました。実はもうリュック買ってお会計済ませて帰ろうとした時にちょっとレジの下にあの財布とかキーホルダー、なんつうのアクセサリーとかいろいろこうあるじゃないですか。ちょっとチラッと見てたら、あそういえばキーケースしばらく使って買い替えるタイミングなかったなと思って、でパッと見たらこれ鍵がねここに1個ちょっとこれ取っちゃおうか、鍵がこう1個だけ、多分これ取れるやつだよな、うん、こんな感じで取れるんですけど、はい、で僕今鍵ね、家の鍵しか使ってないから1個でこと足りるんですよ。でその話をしたらちょうどいいのあるんですよってお姉さんに、店員のお姉さんに勧められて出してもらったのがこれだったんですけど、今回買ったこのリュックのシリーズと全く同じ これの全く同じ色の、はい、シリーズのやつですね。いやー買っちゃった、まさか僕リュックだけで帰ろうと思ってたらまさかの出会ってしまいました。ちょうどここ入るんじゃ、あちょうどいいじゃんここ、うん、ちょうど入りますね、うん、ただこっちはちょっと傷はめっちゃつきやすそうだからちょっと大事に使いたいなと思います。まあでもそんなね、うん、他財布もう使ってないってこう前々から言ったと思うんですけど、もうクレジットカードとかキャッシュレスの時代なので、まあ、ちょっとした小銭と家の鍵とあと、まあ、クレジットカード類、免許証とかそんなものが何個か入れば、何枚か入れば全然こと足りるので、これめっちゃいいですね。はい、ちなみにこれもこのリュックもこのキーケースもどっちもお店にラス1でした。まあわかんないよ。本当はまああるのかもしれない。在庫があったのかもしれないけど、両方とも、いや、これ実はラス1だったんですけど、って言って出してもらった、はい、ものになります。あとね、これビビアンじゃないんですけど、もう、こう、表参道から外苑通り、歩いてたらフランフランがあったのでちょっとフランフランでお買い物1個だけしてきたんですけど、じゃじゃん、これですね、ハンドソープのこうケースかな、可愛くないですか。ちょっとこれのね透明があったんですけど、透明とピンクがあって、で今ちょうどIKEA のねピンクの時計が洗面台にあるのでちょっと合わせて使えるかなと思って、これは2000円ぐらいだったんですけど、ちょっとここがねゴールドでちょっと安っちいかなと思うんだけど、泡タイプのね、こう泡って書いてある泡タイプのちょっと詰め替えがあるので、なんだっけ、ミラコスタのハンドソープと同じハンドソープ使ってるんですけど、めっちゃいい香りで気に入ってるんだけど、某なんていうの、某メーカーさんのやつをそのまま使っちゃってるから、はい、これもちょっと買ってみました。
それもね、使い勝手よかったらまた違うタイミングで紹介しようかなと思います。ということで、すいません、ちょっと今めっちゃ汗だくでクーラーガンガン入れてるからさ、ファンの音がすごいして、聞き取りづらいっていうか、いつもと音声違うんですけど、音声バランス違うんですけど、はい、表参道のね、Vlog 兼買ったもの紹介みたいな感じですかね。いやー、まあまあまあ、ボーナスも出たんで、ボーナス出たっていうか、うん、なんていうの、臨時収入入ったんで、ガツッとね、普段の頑張ってる仕事の、こう、自分へのご褒美代わりに、買ってみたって感じですかね。はい、またちょっと機会あったら動画にしたいなと思います。ほんとすいません、今もうマジで髪がもうぐっちゃぐちゃなんで、今日顔出しできてなかったんですけど、また次の動画配信でお会いしましょう。キッシーでした。バイバイ。